紙を一体どう処分するのか。世界で最も多い25基の原発の廃炉が進むドイツで廃炉現場を見学しました。原発の廃炉費用は1基660億円。稼働時の売電利益よりもずっと多額なコストが廃炉にかかるそうです。戦争も原発も何も起こらないところを作る。娘ととてつもない約束をしてしまいました。子供を今大人が守らなくてどうするんだろうって思います。1,2,3,4,5,6 売り切れてしまいましたので電流を検出器が死んでいると。それがなものはここで取り扱ったことがないようないほどの猛烈な放射性物質で、で自分自身を本気に刺したのもその子供たちに対して20ミリシーベルトを与えたっていう。昔はドイツの原発を作っていた会社だったんだけれど、今は原発を作らず、風力発電を作ってます。Japan has learned nothing from Nagasaki and Hiroshima. Nothing.